はい、どうやらもうこれが限界っぽいです。だいぶね、ちょっと脇道に入ってみました。林道というか、ここいいですよ。あの、いい雰囲気っていうかね、まだね、建物があるね。ちょっと山奥行ってみましょう。こういう時は車だと安心だよな。ああ、これこういう時もね、あの軽自動車が便利なので、私はやっぱ軽がいいかななんて思ったりするんですよね。で、さらにジムニーだとね、こういうところ来た時安心ですよね。まあ走破性を考えると、まあ、でもジムニー、いくらジムニーでもね、あのダメなところ入ってたらダメですよね。まあ、ハスラーはね、足元若干高いので腹がすることは割と少ないんですけどね。ただタイヤは普通のタイヤ履いてるので、あまり悪い道走るとね、結構崩れてますね、ここ。はい、なのでまあこういう時に軽自動車は本当便利。私、あの仕事でもね、割と狭い道履いてたりする時に軽自動車だと、あのすれ違いができたりとかね、まあ、そういう便利さはあるんですよね。ちょうどこれ今左側にもう渓流が流れてきていますね。どっかこう車が止めれるとこがあったら、どっかこの辺止めてキャンプもね、晴れそうな雰囲気です。あ、テント張ってる人いるかな。あ、違うか。なんか山小屋みたいな、炭小屋みたいなありますね。まあ、この辺はあの車が止められないので、でキャンプというわけにいかないですよね。車が止められるところがあれば、もうキャンプを張るような場所もありそうですよ、こういうところでもね。これ帰ってこれるのかな、ちょっと心配。ちょっと行ってみましょう。私、あの車を買う時の、あの条件としてね、あのバックモニターが絶対いるんですよ。あのバックが下手なんですね。バックが下手なのと、こういう山奥入っていった時にですね、バックモニターを見ながら運転した方が絶対安全なんですよね。で、これはもうどうしようもなくなったら、これバックで戻るしかないじゃないですか。で、その時にこのバックモニター、あ、ここで切り返しできそうですね。はい、こうやってあの1箇所2箇所安全なところをですね、見つけておいて、まあ、そこであの、U ターンができる場所をですね、いくつか見つけておいた方がいいですよね。はい、これ地図によると、もうこの辺りまで、あ、もうこれ軽でないと走れないもんね、ここ。地図によると、もうちょっと道はついてるんですけど、川はですね、もう2メーターぐらいのちょろちょろになっちゃいましたですね。車が止められたらね、ここキャンプするのに最高ですよ。あ、ここ止められそうですね。いいんじゃないでしょうかね。すごいですよ、ここ。どうも終点っぽいぞ。もうね、倒木がいっぱいいっぱいあって、まあ、これ最後まで行くとどうなるのかな。ちょっともうこの際ですから、最後まで行ってみましょうか。どうやら何箇所か、あの切り返しはね、できるところはありそうですね。ああ、これはもう完全にアスファルトじゃなくなってしまいました。おお、限界かな。ちょっとビビっちゃうんですよね、一人だと。まあでも、これビビったところで、これ前しか行きようがないですよね、これね。
こでどっか切り返しができないので、あとはこうタイヤをがパンクしないように、それだけですね。はい、どうやらもうこれが限界っぽいです。こういう時にですね、これバックモニターがあると本当安心なんですよね。結構ギリギリまでいけるじゃないですか。よいしょ。ちょっとどんなところまで来たかはですね、今カメラをお見せしましょう。はい、一応ここまで着きました。まだね、この道はこんな感じでついてるんですよね。道はついています。川がここにこんな感じでね流れてますね。まあちょっとテント張るにはね、どこかテントというか、私はあのハンモック泊だと思ってますけど、ね、こういうところだったらハンモック泊はできるかもしれないですね。もうちょっとね、これ道があるんですけど、さすがにちょっと危ないかなって感じで、帰れなくなってしまうといけないので、今日はここまでにしておきますが、ね、はい、ちょっと目的地とは違うところなので、ひとまずここは候補地としてね、1個ね、見つけておきました。まあもう少し上がるか、もう少し降りるかしたところにですね、設営できそうなところがあるといいかなと思います。さあ、行きがよいよい帰りは怖いで言いますけど、これね、本当帰りがのが結構怖いんですね、これね。結構あの道がね、何が怖いと、これ石が尖ってるんですね。こういうところの石が尖ってて、なんかタイヤがパンクしちゃいそうで怖いんですね。はい、まあ勢いをねできるだけ殺して、木はいくらでもある感じなんですけど、みんな濡れてて、多分これブッシュクラフトにはちょっと向いてないかもしれないですね。ここは冬来ると、 冬っていうかもう秋がちょっとね、だってからこの雨はダメですね、雨の時は。雨の時のブッシュクラフトはその薪の確保が大変ですよね。まあ最悪ホームセンターで薪を買ってくるかぐらいのね。はい、まあこれなんか本当にこれ杉の木をね、伐採、間伐材をですね、伐採してる跡ですね、いっぱいありますね。まあ、伐採したのが雨で流れたっていう、そんな感じの感じですかね、これね。もう道にいっぱい落ちてきてますけど、間伐材がね。うわ、本当に大変大変な道でした。おお、ゴロゴロいってます。下全部苔ですからね。ちょっとね、テントを張れそうなとか、あの設営できそうなところがないですね。車を横付けできて、しかもあ、こういうところかな。でもちょっと無理だな、車が止められないよね。まあ、個人的にはそうですね、やっぱ、ね、晴れたら星でも見たいので、こう開けたところっていうんですかね、こういう林の中ではなくて、どうがいいかなって思いますね。まああまり河原だとちょっと私は個人的にはね怖いな、鉄砲水がね怖いなと思うので、私はあの昔釣りをやってた、昔も今でもやるんですけど、あのフライフィッシングをね結構熱心にやってた時に、仲間はね何人か鉄砲水に当たって あった、まあ、死んだ人はいないですけど、大変な目になったということは聞いたことがありますよ。
あの鉄砲水で中洲に取り残されて、ね、2日帰ってこれなかったっていう人がね、いましたよ。でお腹ペコペコで、ね、車の中にあったちょっと半分いたんだおにぎりを食べたんだわみたいなね、そんな話も聞いたことがありますけど、はい。なのでね、川のねそばはねちょっと怖いんですよね。あの特に、まあ、広い川の、まあ、あの下流域というか、まあ、中流域以降ですね、まあね、それ鉄砲水怖いんですよね。山って必ず上に砂防ダムみたいなのがあるんですよね。ああいうのがこうボーンと外れたりすると、まあ、決壊したりして鉄砲水が出るので、山の川はね本当に気をつけた方がいいですよ。こういうあの今日みたいなね、この小川のちょろ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 の小川は鉄砲水なりようがないので、もうこれ源流域ですからね大丈夫ですけども、ね、あの本流の中流域ですね、まあ、気をつけた方がいいですね。ここまでちょっと降りてきましたけど、テントを張れそうなところはどうもなかったですね。テントっていうかハンモックを釣れそうなところ、あとはあの車が置けそうなところがですねないので、ちょっとここは難しいかなということですね。はい、他のね、候補地を探しに行ってみましょう。次行ってみよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。